いいですか。はい、後半戦です。で、まあ、先ほどのまあ続きになりますが、まあ、その店内の、まあ、写真じゃないですね、ごめんなさい、動画ですね、先ほどの続きをちょっとポッと動かしていきましょうか。奥に映っているのはになります。絶対カメラに目を合わせてくれないかという感じですね。まあ先ほどのまあお話ししましたのパネル看板、これは一般的なのまあの店舗を今からまあ作っていくっていう時にですね、簡単にまあ作れる看板になるのかなと思いますので、まあその辺もですね、店舗の方に来ていただいて実物大を見ていただくっていうのも手かもしれませんね。あとはまあ先ほどもちらっとお話ししました、うちのショップ読んでいただける大型シールとか、ですね、いろんなものやってます。カッティングシール、横断幕、ラミネート、マグネットシール、コピープリント、のぼり、 T シャツプリント、スタンプカード、会員チラシ、ポップ、あとカラーチラシ、一色二色のチラシ、封筒印刷、あと印鑑、ゴム印、名刺、あとショップカードなどなどですね、ギリギリでしたね。はい、まあ、あのショップの方もですね、実際は今模様替えというか、そうですね、去年いらした方は多分あれ違う店って思うかもしれないんで、そうです、ね、うちのショップ結構あの模様替えというか、模様替えというかそういったあの一替え的なものが結構ありますよね。そうですね、年1年前1年前 の, もあのポジションとは全く違うものもありますので、モデルカさんのインスピレーションで、そうですね、あのうちには室内をアレンジする人間が何名かおりますので、まあ、上手に上手にお客様が入りやすいようなスペースを取っておりますので、うん、テーブルもありますので、いろいろとお客様の相談とか、そうですね、もう本当に今ちょっと画像なんでちょっと戻すと、ちょっとちょっとちょっと上手に戻す、テーブル自体が 1,2,3 と、まあ、あの広々としたのスペースというか室内の中にですね、うん、テーブルも大きく、まあ、4人掛けの方でですね、座れるスペースもありますので、パソコンも準備してますので、まあ、データとか持ってきましたときに、そうですね、うん、実際そのパソコンの方も今白く映り込んでるのが Mac、 あと右側の黒い方がですね、これが Windows、まあ、両方対応しておりますので、バージョンの方もイラストレーターなどもまあ言っていただければ対応できるかと思いますので、はい、でこちらの方が動画が終了という形になります。あのうちの作業場の方もですね、まあ、ちょっとあのざっとお見せしようかと、前も何かの見せていいですか。あ、いいです。どんと見せていきましょう。年始なんでということで、ちょっとあの作業場も1階と同じ広さになりますが、ちょっとあの物がですね、機械がかなりたくさんありまして、うん、ここでは大型のプリントをしたりしますね。そうですね、大型の作業、うん、これも横断幕などなど、もう本当に大きな大きな印刷物を作るときにですね、こちらの出力していくという形になります。頑張って夜通し頑張っております。あのまあちょっとプリンターも今2つあるなっていう形なんですが、ちょっとこれメーカーがちょっと違うんですが、まあ、こちらもまあポスターとかですね、そうですね、もう綺麗に綺麗に出すためにもポスター用だったり、まあ、あの先ほどの横断幕やいろいろな出力を、まあ塩ビシールとかですね、そういったものであの、まあ、柔軟に対応していくっていうことですね。とすると真ん中にあるのは何でしょうね。そうですね、いきなり真ん中に切ったんですが、これがのカッティング、以前もあのちょっと商品の紹介にしたんですが、まあ、こちらの方がのプロッターの機械、これはカッティングのシールの方縁をかたどる機械ですね。これであの文字とかをきれいに輪郭を出していくというようになっています。本当に商品の紹介パッパッパと今進めていってるんですが、うちが扱っているのはこちらの方はあの、まあ、T シャツなどで使うものですね。周りのいろんなものが落ちてますが、これも無視してください。あとまあ作業台がちょっとありまして、まあちょっと小さめに売ってるんですが、かなり大きめに。今日は綺麗に片付いてます、ね。ああ、そうですね。本当にそうですね。
年始なんですね。年始なのであの、しかもこの撮影のためにきれいにちょっと片付けてきました。そうですね。もう作業してるときはもう大変なことになってます。見せられませんね。そうですね。今、まあ、映っているのが、まあ、これはラミネート。ああ、ホットラミですね。そうですね。熱い方ですね。熱い方ですね。そして今ちょっと動かしているのが、ちょっと若干形は似てるんですが、ひときわ大きめな、これが冷やさないけど、コールドラミー。そういうことです。熱くない方ですね、こちらの冷やさないけど、コールドラミーという形になります。こちらの方もあの2種類、内容に応じたのを取り揃えています。まあ、熱ラミーに関しては、まあ、本当に汚さない、コーティングしていくという形なんですが、まあ、コールドラミーに関しては、まあ、シール類とかですね、これを保護していくということ、まあ、同じ保護的なシートの役割をしております。で、まあ、全体をちょっと映しております。で、以上ですね。まあ、うちの作業もなかなか見ることができないんですけど、パッと見せましょう。でですね、まあ、その作業場に関してですね、まあ、どういったものかということもちょっと先ほどお話ししました。そのポスターとか比較的に違いよく出すんですけど、この大きめなポスターのサイズとかはちょっといろいろと本当柔軟に対応できる。今ちょっと紙自体も入ってるんですが、この小さめのものから本当に大きめなものまでですね、柔軟にお客様にあのちょっとご相談させていただきながらで対応していくという形になります。でですね、とちょっといきなり飛ぶんですが、こっちですね、ごめんなさい。とその先ほどのプリンターの後ろにあったものがよくあの出力するのはこちらの方は先ほどもお話ししました。小田誠とシールでしたっけ？シールですよね。そうですね、こちらの方も大きめなシール。うん、大きめな横断幕、これ幅はどのぐらいまで、うちは 1.5 メートルが最大の印刷できる範囲ですね、うん、そうですね、もう 1.5、まあ、結構大きな幅、ただの 1.5 だけではなくてですね、あの垂れ幕などなどではあればですね、これあの中央で 1.5 幅同士をくっつけて3メートルにするっていうのも可能ですね、はい、うちの方でもあの、まあ、どんどんつなげていく 1.5、1.5、1.5 で、さて、さて何メートルみたいな、そうです、4.5 ですね。で、そういった形であのつなげていくことによってあの大きな幕も制作できるという形になります。もちろんカラーで綺麗に綺麗に印刷しておりますので、写真なども上手に綺麗に出ますよね、はい、という形になります。とあとは、まあ、いきなりポンと飛んで、これは何ですか、先ほどのおさらいですが、T シャツのプレスですね。そうですね。そうですね。もう本当にプレスする機械なので、あのまあ背中やあの胸、肩などなどで、あの今ちょっと青い部分になるところにですね、熱を集めてというか、熱でですね、圧着させると。アイロンみたいなものですね。そうですね。たまには自分のものもやってみようかと思いますが、この T シャツで今も比較的寒くなってきてはいるんですが、まあ、実際この辺もまだまだ需要がありますので、まとめてご注文の方も承っておりますということです。あとは何かありましたっけ。あ、ラミネートいきますか、はい、ですね、一応このごめんなさい、コールドラミの方からちょっといきなり言っちゃったんですが、まあ、先ほども以前も、まあ、その動画の方でもお話ししたのも少しあったかなと思うんですが、もうステッカーなどで使用するものになります、まあ、表面だけ、表面だけを保護するというものになります。どうしてもインクを印刷する、あ、まあ、インクで印刷するので、あの沖縄の塩害とかですね、雨風 でどうしてもちょっと薄くなってしまうということもありますので、これもあの保護シートという形で対抗ラミネートという形になります。幅は 1.3 でしたっけ、 1.2、 1.3 ぐらいですよね。ですね、実はこちら 1.6 ぐらいまでぐらいまでいけます。あ、違っただと思いますよあらとか私の記憶では 1.3 のような気がするんですけど、じゃあ 1.3 にしましょうか、うん、まあ、その幅ぐらいになっておりますので、うん、この幅しかないので、あのこう小さいあのシール1個だけとかっておっしゃるお客様もいらっしゃって、うん、
その場合はどうしてもあの高くつくんですね、この幅を使わないといけないので、はいはい、そうですね、なのでできれば何枚か合わせてやると、ね、まあ、単価が安くなると思うんですけれども、ちょっと小さいものを1枚だとちょっと、はい、そうですね、うちの方はどうしてもあのたくさんって言ってもそこまで何千万何万枚っていうことではなくてですね、まあ、あのうちの方で基本的におすすめしている枚数大体もう50枚100枚の、まあ、素早く出せる、まあ、スピードもそうなんですが品質もそうなんですが、出せる面積もこちらからご提案させていただければと思っておりますので、ただ1枚を本当小さなっていうことになりますとどうしても料金が高くなってしまいますので、その辺はのうちの方とうちのスタッフとあとお話ししていただきながら、はい、ちょっと時間に余裕があれば他のものと一緒に出すということであればもうちょっとリスクはそうですね、なるんですけどね、ただただもう自分たちでも素早く出す、でもお時間がまだ少しだけ余裕があるっていう場合であれば、あの、まあ、あの他人さんといえば他人さんなんですが、あのまとめて出すことでですねかなりお安くできるっていうのも、まあ、一つ提案のうちにもうち入っておりますので、はい、ぜひぜひこういったものもですねタイミングもありますが上手に使い分けていただければと思っております。あとはまあよいしょ、これが熱ラミネートという形になりますね。こちらの方もサイズが大きなもので今ちょっとかかってはいるんですが、これ1メートルサイズ、あとまあ小さめなものでいきますと、まあ、60センチや、まあ、45センチなどなどという形になります。これも大きなあの、まあ、新聞紙、まあ、開いた状態の新聞紙も十分に入る大きさになってますので、でもただただ新聞紙はラミネート難しいですよね。難しいですね。品川さん上手ですけどね。ありがとうございます。そうですね。この、まあ、あのラミネートする素材もですね、結構やはり薄すぎたり厚すぎたりっていう形になりますと、その熱でいくらつけているといってもですね、剥がれたりしてしまうっていう場合もありますので、これもですね、またの注意点っていうこともあのうちの店頭の方でですね、ちょっとご説明差し上げておりますので、その時にお話しさせていただければと思っております。はい、でですね、まあのまあ、こういった形でうちいろんなあの、まあ、機械を持ってですね、作業をしておりますが、まああのまあ、年末から年始に向けてお忙しい中だと思いますが、あのフォトプリントをですね、まあ、有効活用していただければいろんなご提案もできるのかなとは思っておりますので、ぜひぜひぜひちょっと回ってきていただければと思っております。そのホットプリントの場所、先ほども最初の前半の中でですね十分お話はしましたが、電話番号でちょっとあのお伝えしていこうかなと思います。よろしくお願いします、はい、電話番号8860-0009、ファックスは860-0002までお願いします。フリーダイヤルは0120-454433、音声案内に従い電話番号100000を入力してください。1000番ですね、はい、はい、そうですね、まあ、こちらの場所もですねもうお分かりいただいたのかなと思います、ね、あとは来ていろんなことをちょっとお話しさせてご提案もさせていただければと思っております。安くスピードも速くいいものを作っていきたいと思いますので、今年もどうぞよろしくお願いいたします。じゃあまた来週です。さようなら。